突如としてルーレットで決まった三重への旅行。静岡、名古屋、三重へと順調に足を進めた私たち。しかしたどり着いた鈴鹿、平田町は萩田水爆、まるでチュニジア。でも諦めないでみんな、きっとこれを乗り切れば伊勢神宮のマジカルパワーで回復できるはず。次回、ひだまりバティ三重旅行編ついに完結、伊勢神宮デュエルスタンバイ。てなわけで、ひだまりバティ三重旅行編完結編行ってみましょう。伊勢川駅からバスを10分ほど乗ってから来たここがおかげ横丁。おかげ横丁というのは浜田マスタネと元赤福社長の葬式のもと約140億をかけて再現された伊勢特有の街並み。まずランチに行きたいと思います。今から寿司さんっていうランチを食べに行きたいと思います。かき氷食べたい。ただいま、マイクの入り口着きました。伊勢神宮着きました。伊勢ってなってから2日、3日やっと着きました。行ってきます。最終日です。確かに伊勢神宮内宮は皇室のご先祖であり、太陽にも例えられる天照大神様をお祀りしています。内宮は約2000年、外宮は約1500年の歴史があります。なんかあんまり3日間史上一番歩くの早い。楽しみだった。中身がめっちゃ楽しいです。あ、そうなの。すごい好きだな。よかった。パースポットだって。パースポットね、めっちゃあるよ。マイナスイオン感じてください。感動。本当シワみたいな。わて私先食べていい？いいよ。うおー、あ、食べてるよ。あっそう。おいしいね。めっちゃおいしい。うん、おいしいよね。みかんそもったりちゃう。ありがとう、伊勢。あ、楽しかったです。
間で満点です。そうです。私たち日だまりバティの静岡、名古屋、三重への旅、どうだったでしょうか。ではさようなら。